皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は6月27日のお昼頃でございます。今日は、初めてのことなんですけれども、私の占いでは、こちら1枚もう表を向いておりますよね。これなぜかと申しますと、私が引いたものではないからなんです。この1枚だけが、私ね、いろんな種類のカードを使いますよね。で、全然別のカードの中に紛れ込んでいたんです。で、どれだったかな、このカードだったかな、この種類だったかな、に紛れ込んでいたんです。で、と思って、こう戻したんですよね。戻しました、このカードの仲間に。でもなんかね、おかしいなと思ったんですよ。ちょっと気になるなと、伝えたいことがあるんじゃないかなと思ったんです。このミスフォーチューンね、こんな風になっているということを。で、カードに戻しました、箱に戻しました。で、本当にこのカードを引かせていただくときに、またなんですよ、ピュッと1枚飛び出してきて、で、床に落ちたんです。で、何かなと思って、何かなというか飛び出したなと思って、こう拾い上げたんです。これだったんです。だからね、やっぱり何か伝えたいんだなと思って、もうあえてここに1枚、ね、これは危険、不運、災難、不幸、逆境の状況です。これを、あえて皆様にもう最初からお見せしておきます。で、今回のテーマなんですけれども、愉快なお仲間たちからのリクエストでございます。カードに聞くということになるんですけれども、この英国国賓訪問において、皇后陛下の欠席とか不参加とかございますよね。その理由とは、というふうにカードに聞いてみました。いや、例えば体調を整えるとか言われていることございますよね。お疲れが出たとかね、メディアがわっわっわっわ言ってますよね。でもギャンギャン言ってますよね。それが本当かどうかということを見させていただこうじゃないかっていうことなんです。でね、一つ申しておきますが、今のこの現状で、この日本でメディアがギャンギャン言うことは、アピールすることは嘘だと、これ今の意見ですけれども嘘だと思っております。繰り返し繰り返し伝えることっていうのは、そういうふうに皆さん思ってください、思ってください、思ってくださいというお願いがされているような感じなんですよね。お願いというか、もう強制ですよね。刷り込んでると思います。あえて言わないことの方が本当なんじゃないかなと思いますよ。なので、繰り返し繰り返し言っていることは、はいはいっていう感じで、聞かないというか、もう最初から見ないでいいと思います。もうね、例えばテレ東さんならテレ東さんに絞って、見た方がいいかなと思います。でもね、テレ東さんも英国では、苦しいのかなと思いますね。こう遠回しにですけれども、体調のこととか伝えておられますので、ちょっと、苦しいお立場なのかなと思ったりしております。それではですけれども、いつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。英国国賓訪問において、皇后陛下の欠席とか、不参加の理由とは、でございます。こちらは検証占いになるのでしょうか。あら、久しぶりに出ましたね、インファンティリズム。これ逆ですね。これね、幼稚症、子供なんですよ、泣いておりますよね。それが逆。これね、婦人とかアーでよく出るんですよ、これ。このカード。で、今回は、欠席と不参加の理由というのが出ているんですけれども、これね、ネタに関わらず、ネタって言葉があるんですけど、材料ですよ。で、ネタに関わらず、皇后陛下の小さな悲しみが出ています。悪い知らせ、それから要注意人物、危険な人物、その人は嫌な人です、大変迷惑で厄介な人です。それが出てます。それから深い不愉快な状況、
これ英国で、ね、いいと思いますよ、うん、いいと思います。そのように考えていいと思います。で、思いがけない知らせはポジティブなものではないとカードが言ってるんです。要は逆なのでネガティブってことなんですよ。消極的、反対、否定的、悲観的、破壊的、いろいろ言えますよね。ポジティブの逆ですので、そんな、知らせ。それから道徳が、道徳の弱化なんですよ。道徳の弱化、それからね、落ち込んでいるような感じ。それと実はね、ここのカードには何かね、心因性の疾患というのがございます。なので、まあそういう気持ちにさせられるような、なんかね、また適応障害が出るような、そんな状況に追いやられている可能性もあります。それからね、もう一つはね、これ一応お伝えしておきますけれども、何かね、夫婦間の矛盾とかそういう意味があるんですよ。夫婦間で衝突してみたり、ちょっと議論してみたりとか、そういうのもあるんです。なので何か考えをこうお話し合いになって、そこに矛盾があるのかもしれない、でとにかくこれはね、もう好ましくない、好意的ではない、そして何か誰かにとって皇后陛下が負になる、マイナスになるようなものを達成してしまったのであったら、皇后陛下には大惨事が運ばれるっていう、そういう比喩的な意味がございます。大惨事が運ばれるです。もうね、不吉な前兆なんですよ。先行きが思いやられるとか、善と多難とか、そういうふうに感じさせられる。それから個人的拷問、もう皇后陛下を拷問しているような、ひどく苦しめている、そんな状況が出ています。出ています。あ、敵のカード出ました。敵、逆、これ逆位置ですね。逆位置ですと皇后陛下に対して取られる敵対行為、要は敵対行為が取られてます、今、敵対行為は皇后陛下を害することはできませんよとカードは伝えています。要は敵対行為が取られているんですと、でも害することはできませんよと言っています。罪のない人に誤った嫌疑という意味がございます。これは私は罪とかではなく、今回は暗にこのカードは病気で仕事ができないとか、ね、今メディアマスゴミがね、刷り込んでいることありますよね。マスゴミとアキシンが必死になって、必死になって刷り込んでますよね。病気で仕事ができないとか、サボりみたいな印象、それから遅刻癖があるような印象、時間にルーズというような印象、これ必死の印象操作繰り返してますよね。私それを感じてます。これはもう昔からなんですよ。もう何十年も前からもうずっとこれやってますよね。キーをこう持ち上げる代わりにそれを続けてるんですよね。だからね、またね、本当にね、もう私はちょっとすごくお人よしで騙されやすいんですって思うような方はもうね、主要メディアは見ない方がいいと思いますよ、見ない方がいいと思います。 YouTube をご覧くださいませ。そう思います。まあ、YouTube でもね、まあ、いろんなねテレビ局がね報道してますものね、見るものは選ばなきゃいけないですけど、テルトーさんは安全だと私は思っております。A change, great happiness, success in love。 見てください、これ皆様、これなんです。理由はこれね、これが欠席と不参加の理由なんですよ。これね、変化が起こってきてるんです。もうアジと追い出されそうなぐらいの変化が起こってきてるんです。どこかにね、そのお家わかりますでしょ。でこれ年の宮殿下です。そしてこちら両陛下です。でどちらも最高のカードだと言い張っているカードなんです。私こそが最高のカードですよ、いやいやいや私こそが最高のカードですとお互い言い合っているような最高のカードが出ています。どう見ても年の宮殿下と
両陛下なんですよ。でこちらどんなことかというと、幸せな逆転を告げます。逆転です。これまで虐げられてきた、虐げられてきてますよね。で逆転があるんですよ。もうあるんですよ、すでに。そして計画は成功するというのがあるんですけども、どうもね後を継ぐとか、後任となる、そんなようなね意味合いがございます。そういうのがちょっと今回出てます。そして今起こっているような問題っていうのは、利宮殿下にとって良いこととなるってカードは言ってるんです。これ未来のお話です、この先で。こちらもなんですよ、我こそは最高のカードだと言っています、うん、あのね、どんなに難易度が高いそんな状況でも、もうね、全ての悲しみとか問題っていうのは過去のものとなりますよと、成功とか達成の結果を保証しますよとカードは言ってるんです。なので一味にとってこれは大変だなんですよ。これそれこそ一大事の状態なんです。非常に追い詰められてると思います。このカードはもう何かが変わる、でもネガティブなんですよ、うん、人生に動きがある。人生というのは天皇ご一家の人生、まあ、もちろん天皇ご一家の人生にもこういういい逆転があるので、ね、でもこれがまずいと思っている存在があるっていうことなんですよ。これ変化、じゃあどんな変化があるんですかって言ったら、他2枚を見てくださいなんですよ。なのでこれとっても良い変化が天皇ご一家に起こってるんですよ。でこれはね、例えばアジトを出ていかなければいけなくなるとか、あとはね、もう悪い方でいきますよ、これ当然。キャリアを失う、職を失うとか、それとか、子どもの学校を変えなければいけないとか、ね、もう全然いいことないんですよ、これ。あとね、配偶者が浮気するとか、うん、なんかね、そういう意味合いがございます。うん、まあ、よくないですよ。うん、なので、まあ、私がいつも唱えております言霊、ハイマルでしょうか、ね、もうだから必死なんですよね。でもね、私思うんです、あのね、陛下のことはまだ報道したりしますよね。お写真も出したりとか、まあ、しないわけにはいかないんですけどね。でも皇后陛下のことは隠しますよね。これね、もしもですよ、本当にただじゃないですけど、例えばこんな一大事だけだったとすればですよ、陛下もご一緒なんですよね。でもなぜか皇后陛下だけマスクをかけさせたりね、何が生まれる気ですか、そういうことをさせたり、これがね、本当にね、誰かのいやらしい嫉妬が出てるんですよね。いや、お父様の大和田様に対する嫉妬を抱えている男どももいるんでしょうね。Letter, constancy, lover. 嫌ですね。何か英国にいて、これ手紙というか連絡です。受けてます。そしてこの目は見てください。いつも見ているんです。これ H です。でなんちゃって男系男子なんですよ。その目なんですこれ。英国にいたっていつも見ているぞって手紙が来てるんですよ。いつも見ているぞと。だから行動を、英国にいるからといって、ね、英国が協力してくれるからといって考えなさいよっていうことがここから感じられます。あくまで占いですけどね。スイートハート、そう、あ、これやっぱりね、いや、これ皆様の中でこのご意見あるんですよ、ね、で私はそういう考え方もあるんだなというふうに受け止めていたんですけど、ちょっと本当かもしれない。これ利宮殿下なんですよ。で対向者に怯えています、恐れてます、敵に。でそれをサポートする、味方するというのはこちらをですよ、そのためにこちらを味方サポートするために欠席不参加を選んでいると考えられます。これは皇后陛下のお姿です。出たキーですね、これ Falling Woman。
外国人女、見てください、英国戴冠式行った時のあのピラピラの水色のね、いやらしいドレスが出てますよこれね。Proceedings、 あーなるほど、これは計画の、まあ、実行の遅れ、計画の実現の遅れ、達成の遅れ、誰か計画があるんですけども、それの達成実現が遅れている。でここは何かね、進行とか手順とかそういうものにちょっと問題があるのか、もう一つこれね、訴訟の意味があるんですよ、起訴とか。なのでちょっとそっち系でちょっと危ない状態なのかなっていうのもなんとなく出ている。どうなんですかね、みんなグルなんじゃないんですか。すいません、これね、私の妄想の翼でございます。これキーですよ、間違いない。それがそこに問題があるので、計画の実現の遅れが出ている、実現しないのではないかという、不安感から皇后陛下を閉じ込めるんですかね。あ、これもキーだと思いますよ。Desire、Sweetheart。ああ、なるほど。すごくね、ここでもう強く欲している。もうね、要望としてもう出している感じです。欲望、要望。これキーだと思います。だってそう見えたので今、これと同じ。夫人じゃないですね。今回これはキーの方が強いのかもしれないですね。でこれは年の宮殿下です。でとにかく私的な問題は受け入れられる、認められるものを超えて罪となる。これね、罪となるというより危ないような感じがしますよ、ここ出てるので。これずっともう受け入れられる量を超えてっていうような何かがありますね、これ。え、本当ですか、これ。なんかね、いや、人じじっていうね、そういうあのお言葉を出している愉快の仲間もいらっしゃるんですけども、なんかこのカードの出方は本当にそんな感じですよ。 Waiting Love、 あー見てください、これ栃の宮殿下です。お帰り待っておられます。こうなってこんな状態なんですかね。お仕事は行ってらっしゃるんでしょうかね。え、これ待ってます、お帰りを、栃の宮殿下がこういう状態で。いや、これはTo spyThe house girl、 これね、スパイするなんですよ。でスパイといっても監視しているような感じです。見てるんですよ、見張っている、探っている。これ回し者がいるんですよ。もうね、これね、あのご病気の患者ではなくて、間に物と書くあの患者ですよ、これ。患者がいるんですよ。皇后陛下は患者ではないですよ。なんかややこしくなりますね。ご病気ではないですよ、これ。ここまで見ている限りでは、これはね、皇室だと思います。もう皇室問題と思っていいと思います。そしてこれはもうね、あの内紛、もう論争、争いみたいな、そんな感じですね。でこれは誰を見張っているのかなんですよ。ちょっとね、どうも先ほどから何度も何度も栃の宮殿下が出ている、こちらスイートハートね、何度も出てるんですよ、ね、なので、いやちょっとね、本当にこれね、しかもこれですからね、ね、栃の宮殿下を見張っているのかもしれないし、皇后陛下を見張っているのかもしれないですね。どう出るかと、ちゃんとマスクするかって、本当に。ウィドウ、
marriage、 anger、 これはね、どう捉えたらいいんでしょうね。どう捉えたらいいんでしょう。このカードの意味というのは、まあ、未亡人も未亡人なんですけれども、あまり他者に操られすぎないようにっていうカードなんですよ。ということは操られているんですよ、ね、今のこういう欠席とか不参加とかは。それはなんでそうなるかというと、もう元々がこのご結婚への怒り、そこから来てるんでしょうね、うん、と思いますよ。対立、紛争の決定、何か怒り、うん、お一人ですもんね、この絵ね。陛下のお姿がないんですよ。お一人なんですよ。こう怒りをぶつけられているようなね、え、なんかカードが伝えようとしていることは私くしにはね、ちょっとトントン伝わりました。アンサーレーションルーム、うん、なるほど。これね、あのハウスなんですけれども、今例えばホテルならホテルかなと、そのお部屋の中でなんとか心の平安維持しておられるような、そんな感じがする。これそうなのかなと思いますよ。誰もいないガランとした部屋、建物の中、これなんですよね。本当にそんな感じがする。心のね、慰めとかね、うん、ヒーリングみたいな、なんかそういう癒し、うん、求めておられる感じですね。ヘジテーション、ジョイ、ラルマニー、これどういうことなのかってことはっきり出てますね。躊躇する、ためらう、尻込みする、何があって、喜びと満足、それからもう大金です、これ、うん、こういうのは躊躇するなんですよね。喜びと満足、あとはね、これ大金だけじゃないんですよ。受け継ぎとか継承という問題があるんです。ここに問題というか、受け継ぎ継承、それもなんか喜び満足することを躊躇するような、尻込みするような状態、なぜならこれがこんななので、そう出てますね。何が病気ですか。オフィサーメッセージジャーニー、なんだろう。これはね、心の平安、心の平安、慰めになっているかもしれないですね。なんだろう、これね、警察とか当局、うん、から近々連絡が来ますなんですけど、それで皇后陛下にとって朗報が届いてるんですよ、旅先に。なんだろうこれが本当にこのカードのままだったらとってもいいですね。ねえ、とってもいいですよね。ちょっとこれは話しておきますけど、うん、こんな状況なのかもしれないですね。朗報が届いてますよ。人生に規律と秩序を、近々警察か当局から連絡がありますよっていう、で朗報が届くになってるんです。ほら、旅に出ている皇后陛下に。これ一味ですよ、もう本当に。ジョイフルネス、ホープ、マレディ、出ましたね、病気のカード。これなんですよ、見てください。病人になってます、喜んで協力しますって言ってます。でもここにあるのは何か望みがあるんです、あと見込みがあるんです、そして期待、それから願いもあります。病気のふりしてるんだと思います、これ。喜んで協力なので、本当はこんなダンスもできるんですよ。
でも喜んで協力します。ただここにすごい願いがあります。期待すること。寝てませんよ本当にね。次行きます。出ました、ほら、キューピルウーマン、ビジネス。あ、これもね、ちょっと基礎の意味があるんですよ。訴訟とか、あと当局、裁判、そんな意味があります。これは並外れた金銭欲、物欲の女、嫉妬する、妬む、そねむ、羨ましがる、本当に癒やしい女です。キーですかね。ねえ、まあ、夫人もこれで出るんですけども、うん、でもね、ちょっと面白いのは、夫人の時はね、案外こんな風に出たりするんです。隠してるんですよ、それを。偽善なんですよ。でもね、キーってね、もうね、あからさまなんですよ。あからさま、どれだけ作り笑いしてても、もうあの魔物ですからね。まあ、それはあの夫人も同じですけどもね、もう魔物の顔してますからね。いや本当に。で、このビジネスっていうのは、それはビジネスという意味もあります。商取引とかね、まあ、なんだって並外れた金銭欲、物欲の女なので。でもね、これはね、ちょっとこの意味の中に、何か困難な状況を表したりとか、あとはね、何か個人的な事柄、いろいろな事柄ありますよね。そういうこともあるんですよね。それからこれはね、権利とか、財産とか、そういうものの継承、取得、そういう意味もあります。もちろん就任とか即位とか、そういう意味もあるんですよ。まあ、もう全部一緒ですよね。それが絡んでいるってことを言ってるんですよ。病気じゃないですよ。ではこちらいきます。3枚で見ます。タワー、アンカー、あ、マイス、なるほど、やっぱりね、やっぱりこれね、これは操作されている、うん、あんまり人に操られすぎないようにという言葉がございましたよね。これなんですよ。それなんです。操作されているんです。操られている、操作、それから制御されている、支配されている、あと統制とか管理とかというキーワードがございます。なので完全にがっつりと操作というか、もう制御されている状態です。で、皇后陛下のお気持ちとしては、何がお考えは、これはすべきかすべきではないかといつも考えておられるお姿が出てます。これはこの建物の中ででしょうかね、このお部屋の中ででしょうか、すべきかすべきではないかと判断しながらっていうのが出てます。そんな中でね、きっとね、ちょっとね、あの陛下とのなんとなくね、意見のちょっと相違があったりとかもするのかなって思うんですよ、うん、ちょっとそんな感じはなんとなくあるのかなと思ったり。で、こちらこれなんですけども、隣がネガティブなカードなのでね、もう意味は本当にね、苦しいものに変わりますよ。あのね、縄を表すんです。ロープを、それは公衆刑とか動物捕獲用みたいな、そんな縄、もうがんじがらめ、拘束です。囚人用の手枷、足枷なので。あとね、束縛、それから足を引っ張るとか、すごいしがらみが出てます。でもこのカードが伝えている、このお部屋の中での皇后陛下は、不屈の努力、不屈の精神です。忍耐力がいかにすごいかっていうのが出てます。で、こちら、これは我々の姿でもあるんです、ね、国民が、これもともとはね、安全性とかをね、本当に強く訴えるカードなんですよ。伝えてくれるカードなんです。安全なんですよ。しっかりと安定した位置に重みを持って、こう定着させるみたいな、そんな意味があるんですけど、これはね、国民がそれをできるんですよ、国民の力で。だから我々はガリ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 かじり続ければいいんです。それをカードは伝えているんです、ね、それを伝えています。我々にできることをやり続けること、そうすると安全につながるんです。でももう一つ、今回はこれ、もうね、一味からのものです。もうね、それこそ24時間ガリガリやられてるんですよ。
もう心配とか不安とか懸念、それからストレス、不正なことです。あとね、疑念、堕落とか悪化劣化、そういうのを感じさせられる、それから隠された問題、恐怖、それから何かが大切なもの、必要なものの欠如、不足、そういうのもずっとある、そんな感じが出ています。もうね、私愉快なお仲間のコメントにちょっと返信させていただいたんですけども、もうね、本当に必要なものの不足っていうのは、このね、日本のメディアでこれをね、ろくに取り上げない、それから偏った報道をする、これね、これがいかに英国の艦隊に対して失礼なことになっているか、無礼なことになっているか、これね、日本人のしてることと私は思えないんですよ。英国と日本って似たとこありますよね。なんか良くも悪くも似たところございませんか、同じ島国のね。ね、で、なんかね、そういう英国が大切にしている精神というのは日本にもちゃんとあるんですよね。同じなんですよね。でもね、今やっていることっていうのは大変英国に対して無礼なことになっていると思います。この報道の仕方ですからね。ねえ、だからそういうことを考えても、両陛下にとってはね、本当にね、英国に対して申し訳ないというお気持ちとかあると思いますよ。そういうのもね、ストレスになると思います。不足与えないんですよ、あえて、両陛下が欲しているのは、ね、英国に対する、礼節ですよね。国内でもいっぱい取り上げていただきたいですよね。取り上げることによって、してくださっていることがこう日本中に知れ渡るわけなんですから、ね、でもそれをしないんですから、これはね、必要なものの欠如ですよ。そう思います。でも我々はね、もうね、もう英国であれフランスであれ、もう海外のでいいんですよ。そちらの方がよっぽど正しいことを伝えるので、余計なことも言わないですし、なのでもうそちらをね、拝見しております、ね、はい。それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。